古川健介さん2000円。ヨーグルトは値段によって味が全然違うというのを聞き、最近150円くらいするヨーグルト買ったんですが、いつも食べている120円のヨーグルトと比べると桁違いに美味しかったです。このようにものすごい高いお金をかけるとものすごい美味しいというものが他にあれば教えてください。こんなに変わんないと思うけどなぁ。まあ、あの、その、古川健介さんが喋って食べてるような1 2 0円のしょうもないヨーグルトだったらま、まずいのかもしれないですけど、ある程度の値段を出したヨーグルトは大抵それなりに美味しいと思うんですけど、で、 値段で変わるのでいくと、えっ、ー、と、多分ワインとかじゃないですよね、きっと。で、多分食べ物、えっ、ー、と、ものすごく美味しいだから食べ物か。であればチーズじゃないですかね。あの、コンテっていうチーズが僕割と好きなんですけど、 あの、まあ、あの、パルメザンみたいな、あの、ハード系の硬いチーズなんですけど、で、それが、あの、12ヶ月、日本だと12ヶ月ぐらいとかで売ってるんですけど、割と12ヶ月と18ヶ月で味が違ってて、で、24ヶ月まで行くと、その、旨味が凝縮されるんですよね。要は、あの、チーズって硬いチーズがなぜ美味しいかっていうと、あの、水分がどんどん減っていくと、その分その、あの、 タンパク質の旨みの部分っていうのが凝縮されるんですよね。で、チーズの旨みって、そのタンパク質が分解されて、アミノ酸になって、そのアミノ酸の味なんですけど、なので、その、年が経てば経つほど割とその、あの、他の,あの水分の部分が減って凝縮された味になるので、あと、最近やってみて成功したのが、あの、美味しい牛乳ってあるじゃないですか。あの、えっと、乳脂肪率が高くて、ホルスタインではない牛乳。 あの、日本の場合って、あの、白黒のブチのあるホルスタインっていう牛乳が、あの、よく牧場で、あの、あの、育てられてるんですけど、あれ、美味しくない牛乳なんですよ。要は、あの、牛乳を売るときに、あの、乳量が多い方が、あの、いっぱい売れるから、で、質をそこまでこだわらないっていうので、農協で売られてる牛乳っていうのは基本的にホルスタインなんですよ。ほなうちの中央の実家もホルスタインだったりするんですけど、でもそのホルスタインって味としては別にそんなに美味しくないよね、ジャージー牛の方が美味しいよね、みたいなのがあって、 あの、茶色の毛のあるジャージー牛の、あの、ジャージー乳みたいな書いてる牛乳あると思うんですけど、あれの方が割と美味しいっていうのがあって、で、乳脂乳脂肪分の多い牛乳を買って、で、それを凍らせてください。で、完全に凍らせると、あの、ガチガチに凍っちゃうんですけど、あの、えっ、ー、と、半分の一ぐらい凍るぐらいで凍らせると、その牛乳の中の水分の部分だけが凍って、乳脂肪分の部分の濃度が上がるんですよ。 なので、それを飲むと、乳脂肪分の比率が高い、めちゃめちゃ美味しい牛乳になるんですよ。っていうのが、あの、最近、こう、あの、結果としてなって、あの、たまたま冷蔵庫に入れたら凍っちゃったんですけど、っていうのがあるので、なんでその美味しい牛乳を買って凍らせるっていうのを試してみてください。えー、僕のことはいいけど、僕が食べているヨーグルトを馬鹿にするのはやめてください。えっと、古川健介さんが食べてるせいで馬鹿にすることになったので、古川健介さんが食べたのが悪いと思います。なんで、あの、馬鹿にされたくないものは、古川健介さんは手を出さない方がいいと思います。はい。 ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。